救命救急病棟、救命 ICU 病棟、栃木県ドクターヘリの紹介です。当院の救命救急センターは、県内5つある3次救急病院のうちの1つです。また、栃木県のドクターヘリの基地病院となっています。救命救急病棟と救命 ICU 病棟の紹介です。 救命救急病棟は、急性期心筋梗塞、多臓器不全などで、全身状態の管理が必要な患者さんが入院しています。救命 ICU 病棟は、エクモなどの補助循環を必要としている重症度の高い患者さんが入院しています。実際の病棟の様子です。救急集中治療科のほかに、心臓血管内科、 循環器内科や呼吸器アレルギー内科の医師などさまざまな担当科の医師と看護師臨床工学技師が共同して患者の処置や検査治療を行っています救命救急センター入室までの流れです救急車やドクターヘリなどから初期治療室に搬入となりますそこで医師が初期診察と救命処置必要に応じて手術などを行います その後、患者さんの状態に応じて救命救急病棟、救命 ICU 病棟などへ入院となります。初期治療室とは救急車やドクターヘリなどから搬入された患者さんを迎え入れる処置室です。診察し、心肺蘇生や気管相関などの蘇生処置を行い、バイタルサインの安定を図ります。ここは初期治療室の中です。ここにしかない薬剤もあります。 真ん中の写真は、救急隊が患者さんを搬送してきたところです。病棟には、理学療法士・作業療法士が常駐していて、毎朝カンファレンスを行い、患者さんの状態に応じたリハビリを行っています。その他にも、ソーシャルワーカーが入院時から介入し、社会環境の調整を行ったりと、多種多様な職種とつながっています。 時には看護学生や救命士の学生を受け入れており、教育の場にもなっています。病棟では、プレホスピタルから超急性期、回復期、慢性期、退院支援とすべての家庭の看護を行っています。ここから、ドクターヘリについてお話しします。ドクターヘリとは、医療機材を搭載し、 医師・看護師をいち早くヘリコプターで現場に届ける応診システムのことを言います。いち早く、重症な方のもとへ行き、診察と処置を開始することが目的となります。栃木県ドクターヘリは、県内全域を約20分以内に到着することができます。栃木県は群馬県や茨城県と協定を結んでおり、群馬県や茨城県の事案に出動したり、栃木県の事案に他県のドクターヘリを要請することもあります。 ターヘリに登場しし活動している看護師をフライトナースと言いますフライトナースはあらゆる年代やあらゆる疾患の患者さんその家族を対象に初期治療や看護を行い搬送することが役割です。フクターヘリでは子どもや高齢者と年齢の制限はありません。さまざまな疾患により緊急かつ重症な状態となっている方を対象に速やかに医療提供ができるようにすることが大切です。 ロターヘリでは、限られた資機材、限られた時間で診断を行い、処置をし、搬送します。私たちの主義で患者さんへの処置が遅れてはいけません。そのため、私たちも日々、勉強やスキル向上のための訓練を行っています。ロクターヘリの多くは、ランデブーポイントという、あらかじめ調整し設定された広場、運動公園、学校などに着陸します。時には、道路上など、事故現場の近くに着陸することもあります。 その他、ゴルフ場や雪山、畑などの近くに着陸することもあります。救命救急に所属している看護師は、少ない情報から患者状態を予測し、物品や環境を整え、素早く患者さんに対応することが求められています。中でもフライトナースは、これらの能力に長けており、救急におけるプロ集団と言われることがあります。以上で、救命救急領域の紹介を終わりにします。 ご清聴ありがとうございました。